はいどうも銀です。今回は久々にわらじ虫会です。今回紹介するのは大型わらじ虫のエキスパンサス縁取り大わらじ虫です。皆さんの中にはダンゴムシは割と可愛いイメージはあるけど、わらじ虫は早くて気持ち悪いと思っている方も多いのではないでしょうか。統計を取ったわけではないのですが、ダンゴムシと比べて嫌われがちなわらじ虫だと思いますが、ちゃんと可愛くかっこいいというところをお見せします。それでは行きましょう。はい、こちらがエキスパンサス縁取り大わらじ虫です。見てください、このフォルムめちゃめちゃかっこよくないですか。平べったい体に縁取りの名前の通りエッジがカールしてますよね。え、よくわからないって。では少しアングルを変えてみましょう。どうですか、真ん中が一番高くなっていて縁に行くにつれてへこんでおり、最後にエッジが上に来てますよね。お嬢様縦ロールの半身、ホストのつま先、レモン絞り器などいろいろと形容する言葉が出てきますが、とてもおしゃれですよね。本種はスペイン産のわらじ虫であり、流通が始まった当時ビレーわらじ虫の最高峰などと言われていました。そう言われていただけあってかなり高額で高値の花だったのですが、近年ではブリーダーが繁殖をさせて流通量も増えてきたので10匹1万円から8000円ほどとかなりお求めやすくなりました。ですが値段が安くなってもその魅力は変わりません。大きさもわらじ虫にしてはかなり大きく、100円玉と比べても同じくらいの大きさです。わらじ虫は死ぬまで脱皮をして大きくなっていきます。この映像の子もかなり大きいですが、まだまだ若い個体で、あと1年ほどすれば100円玉より大きくなります。だいたいそのくらいで寿命が来るみたいで、それより大きい個体は見たことがないのですが、長生きをさせて巨大なエキスパンサス君を見てみたいものです。これは樹皮をひっくり返した時の映像です。いろんな大きさの個体で密集しています。野生でもこのように過ごしていると思うので、ぜひ現地でこのような光景を見てみたいですよね。本種を観察していると、直接触ったりしなければ樹皮をひっくり返しても長い時間このように硬直しています。体の薄さと色で擬態をしているのかもしれませんね。確かに現地で見ても一瞬わからないかもしれません。これは生まれたばかりの幼体です。5ミリ程度しかないし、なんだか長細いですよね。触覚がぴょこぴょこと可愛いです。ここからは飼育環境の説明なのですが、本種は飼育に少し癖があります。かなり乾燥気味を好むようで、カラカラに乾燥させると死んでしまうのですが、湿度が高すぎても死んでしまいます。基本的にわらじ虫やダンゴムシは床材の土選びが飼育の肝で、何を使うかで湿度の調整のしやすさなどが変わってきます。自分はエキスパンサス君たちの床材に赤玉土とココピートを4対6程度に混ぜたものを使用しています。赤玉土の特性として高い排水性と保湿性を同時に持っていて、霧吹きなどで水をかけられると地下に水を排泄します。ですが地下にある赤玉土は水を逃がす場所がないので、今度は水の保水をしてくれます。一緒に混ぜたココピートは赤玉土より比重が軽いので大部分が上に来ます。赤玉土の保水性により蓄えられた水分がココピートを伝い、適量蒸発して湿度を維持してくれる寸法です。ココピートだけだとどうしても排水と保水が偏ってしまうので、僕は乾燥系のわらじ虫の飼育の時はこのようにして床材を作っています。はい、ということで久しぶりのわらじ虫会でした。実は僕はダンゴムシよりもわらじ虫の方が好きだったりします。ダンゴムシよりも大きくなる子が多く、たくさん動くので飼育している感じがするんですよね。そんなんだったらフナムシでいいじゃんと言われるかもしれませんが、安心してください、フナムシも飼育しています。それでは皆さんも良き寄虫ライフを。バイバーイ。